魔界の花。受賞されますのは雨宮啓太監督、そして原作者総監督にもいらっしゃいます。そして奈良の雨宮啓太監督です。あの雨宮さんといいますと、この画廊シリーズ、まあ、身の親と言ってもいいと思うんですけれども、あの今までずっとこう総監督というような立場でのこう立ち位置の時期もあったと思うんですが、今回改めてまた監督として戻ってらっしゃいましたよね。あのそうです、あの監督は毎回何本かやってるんですけども、はい、あの僕はあのホラー映画2本だけ撮って、それ以外ね、ほとんどあの現場にアクション監督とスタントマンがいるようなしかこともないんで、あの、そういう意味ではこういうふうなアクションの賞をいただいたというのはすごく嬉しいし、あのこれはあのずっと一緒にやってきたアクションチームの血と足の結晶だと思います。そういう意味でも、あの雨宮監督は割とこう長いお付き合いといいますか、長い仲間といいますか、仕事仲間たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういった信頼関係っていうのはやはり仕事の上では非常に大きいでしょうか。そうですね、割と結構友達僕少ないんで、あの選択肢が少ないというのがあの田舎は千葉なもんですけど、住んでる、はい、千葉まで来てくれるアクション監督、岡山誠監督しかいなかったと思います。そんな理由ですか。帰んないんですよ。うちのお酒を全部空にして帰っているそこで、あの、まあ、映画の話をしたりとかという感じでやってます。でもね、長いシリーズ、もうこれはあの横山さんにもお伺いしましたけども、長いシリーズをね、人気をこう保ち続ける、いつも新鮮な状態をね、あの提供するというのは非常に難しいと思うんですけど、何かご自身でこう、まあ、秘訣といいますか、こういうものかなっていうのを何か掴んだものがあれば教えてください。秘訣というか、いつもスタッフにもみんなに、僕もそうなんですけども、もう、まあ、10年目になるんですけども、毎回、これで最後のガールですと、これで終わりですよというのを、毎回宣言してからやるようにしてます。次があると思うと、またあの絶対気が緩んじゃうので、毎回あのこれが最後かなという感じで、やるのを続ける秘訣かなと思ってます。もうそのね、通りに、今後もますますこのシリーズが続くこと、はい、願っております。はい、どうもありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご登壇ください。ありがとうございました。